はい。おはようございます。おはようミンネラボのお時間です。えっ、ー、と、今回は前回ご相談いただいたさくら子猫さんから追加で別のご質問いただいてたので、ちょっとこちらも関連しているのでご紹介したいと思います。読み上げます。真央さん、いつも参考にさせていただいています。子供用の移動ポケットと大人用のポシェットをお揃いで制作し、撮影をしました。以前のおはようミンネラボの中で写真について、 作品の写真は使用している雰囲気がわかる方が良いと説明されていました。私の場合、モデルになってくれる方が身近にいないので、自分の服や撮影用に用意した服と作品を組み合わせてハンガーにかけ、販売したいポシェットと移動ポケットを撮影してみました。夫の実家が材木屋さんなので、白い板で撮影用の背景を自作し、 いつもはこの撮影キットを使用して撮影しています。しかし、この撮影キットは高さがなく、親子コーディネートでの撮影をするにはサイズが足りませんでした。もっとサイズの大きな茶色の壁板を使って一枚だけ撮影してみました。しかし、ま央さんが背景は白い方が良いと言われていましたので、白い板で撮影した方が良いのか悩んでいます。 売れている方や人気の方の写真を見て考えさせられます。 まおさん良いいアドバイスをお願いしますもう文面からものすごく悩みまくってるんだなっていうのが伝わってきたのでちょっと前回も写真のについてさらっとはお話ししたんですけどもうちょっと詳しい話をしたいなと思いますまずですね写真を載せるときはどうやって使うのかっていうのが分かる写真がいいですよっていうふうに言っていたのでモデルさんがいないからハンガーにかけてコーディネートしてそれで一緒に撮影してみましたっていう写真があります これが、これですね、えっ、ー、とギャラリーの一番上に今、同じように見えるんだけど、これ実は作品違うんですよね。3つ写真があります。この中のちょっと1つをご紹介したいと思います。はい、ビタミンカラーの親子コーデ、移動ポケットとポシェット、親子を揃いっていうタイトルの作品です。で、これを茶色い壁板を使って1枚だけ撮影してみたと。で。 これがいいのか、白い板で撮影した方がいいのか悩んでいるっていうことなんですけれども、これがね、茶色がいいかどうかっていう話もあるけれども、そこはね、正直どちらでもいいかなっていう気がするんです。この写真の課題は、着用したイメージは確かにわかりやすくなってるんですよ。ただ、これをね、 たくさんある写真の中で1枚目に選んでるんですね。で、1枚目に選んだ写真をギャラリーの中でずらっと並べてるんですよ。で、そうすると結構ね、合わせたお洋服の個性が強いので、 間違いい探しみたいに見えちゃうんです。すわかります一見お洋服の印象が強いから同じ写真が3枚並んでるのかなっていうふうに見えちゃうんですよねでもよくよく見るとポポシェットとポーチが違ううっていう状態なんですよ。これだとお客様が何を売ってるかっていうのが一瞬で理解できないのでこの写真がいい悪いではなくて。 1> で1枚目に選ぶ写真としてはこの写真じゃない方が伝わりやすいなっていうのが一つの考え方ですなので私が説明していることっていうのは全部前提があるんですよこの場合だったらこうっていうなんで1枚目に選びたい写真はまずキュンとくるものパッと見て何を売ってるかわかるものっていうところ あの抑えなきゃいけないポイントっていうのがあるんですねそう考えた時にもう背景が茶色がいいか白がいいかっていうその選択肢の優先順位よりもまず今は何を売ってるかが分かりにくいのでもっと分かりやすい写真の方を選びましょうねっていうのが私からの回答になりますで今の写真だといくつも写真が載ってるんですけれどもまあ、この中で言うととにかく2つのアイテムが一緒に載ってるのはこの写真しかないので今の写真 よりもこっちを載せといた方がまだわかりやすいかもっていうのは一つありますじゃあ今度今写しているこの写真に改善点はないのかっていう話をしていきたいと思いますこの写真のよろしくないところは画面の左下のところが全体的に影になってるんですよねこれはご本人の影かもしれないし何なのかわからないんですけど ちょっとね、その撮影環境でいろんな板を用意したりテーブルを用意したりコーディネートも頑張ってるんだけど、どっかちょっとずつ寸足らずなんですよ。それがね、すごい惜しいところ。で、何かっていうと、写真を撮った時ってやっぱ四隅とかちょっと切れてる影みたいなのがすごく気になるんですよね。こっちのテーブルとあの壁の。 日脇のところに三角の黒いちょっとした影が入っているとことがわかりますこういうのねチラッと見えてるだけですごくもったいないんですよねで画面の中心にその作品が来てないどうなんとなく左に全体が寄ってるのも気になりますこれもなんでかっていうと、えー、右上にぶら下がってるこの緑の葉っぱこれも映したいからこういう風に画面が寄っちゃってるんですよもうこういう風に構図が狂っちゃうぐらいだったらこの緑の葉っぱの観葉植物はもうない方がいいかなって思いますなくして ゾウさんとクマちゃんもなくしてしまってこの2つのアイテムがとにかくパッと見てわかるような写真っていうのを目指しましょう。で 次に背景が白がいいか茶色がいいかなんですけれども全部の作品をね真央さんが茶色の方がいいって言うから茶色にしようっていう考え方だと毎回いいのか悪いのかって悩んじゃったりとかあとはその自分が改善しようっていう力がつきにくかったりするのでもう作品一個一個で考えていった方がいいですこの作品ちょっとだいぶアイボリーがかっていて全体的に淡い色合いの作品これは圧倒的にこの茶色い背景に作品 だけポンと置いたりとかまああのハンガーでかけたりして撮影された方が引き立つんじゃないかなって思いますこういう色のテーブルの上に乗せて撮るでもいいと思いますよだからね一点一点この作品には背景どうかなっていうのは撮ってみないとわかんないんですよこのデニムと赤い水玉のポーチのこのバラ模様のデザインこれは茶色い背景で撮る方がいいか もしかしたら白い背景で撮った方がこの柄が可愛く引き立つかもしれないですよねそういう違いがあると思うので撮ってみて考えてみましょうもうそれのいいか悪いかはご自身で好きか嫌いかで選んでいいですよちょっと茶色だとなんか強くなりすぎるような気もしますでもう一個デザインがあるんですこのデザインの場合背景が今白いとちょっとね全体的に写真が暗いから沈んで見えるんですけど明るくちゃんとした白で撮れるようになると もうちょっと違うかなっていうのは思います。 ただ、茶色い板で撮ると、もしかしたらいいかもしれないけど、もしかしたら馴染みすぎちゃうかもしれない。これもね、撮ってみないとわかんないなっていうところですね。で、やっぱりこの写真も同じように、ゾウさんとクマちゃんのアイテムと、右上にある観葉植物のせいで、本来真ん中にあってほしい作品がちょっと左に寄っちゃってるので、もうこれはなしでちゃんと撮影をするっていう練習をされた方がいいかもしれないですね。なんかちょっとずつ惜しいんですよ。頑張って練習してるのはわかるんですけれども、 もういきなりステップアップしようって思わない方がいいかもしれない一個一個やっていった方がいい。でねトルソーの話もあったじゃないですか。で今ねお子さん用の浴衣はトルソーにつけてこれはトルソーは布のボディになってるのかなこの背景の茶色いこのラックみたいなのが見えない方がいいんだよな。 これが見えない状態で自立するトロ層がないんだったら、ちょっとしたところで違いが出ますので、この茶色い背景ない方がいいと思います。あと、もっと言う えっと余白が足りなすぎるもう一回り余白白い背景が欲しいところですねで近く寄りすぎると何を撮ってるかまた分かんなくなってしまうのでとにかく撮影環境をちゃんとするっていうところが最初のステップかな白い背景のボードをご主人に作っていただいたっていうことなんですけれどもそれで足りなければやっぱり大きいものを撮るときは大きい背景を用意するしかないんですよ。もう今までだっったたららもしかしかとりあえず撮ってサイトにの っててていうことをされててもうそこで我慢っていうふうに思われてたかもしれないけど明らかにやっぱり写真がネックだなっていうことがご自身でも意識されてるんであれば自分の考え方をちょっと変えないといけない面倒だけれども環境を用意しななきゃいけないいいけっていう課題はあると思いますこの写真で言うとこのねお洋服にはすごく光が当たってていいと思うんですけど背景の影がものすごく落ちてるじゃないですか。ここれねもしかしかたらのの写真で言うと右手に窓が腰の高さで でもそうなるとこの画面全体をもっと明るくしたいと思ったらねもっとね撮る層の位置を高くするのテーブルとかを置いてテーブルの上に撮る層を置いてもっと高い位置にもっとこの壁の上の方明るいからこの上の方だけで撮影するように全体を上げ持ち上げてそれで撮影する自分も椅子の上に乗ってカメラちゃんとまっすぐ構えて撮るとかねそういう工夫をすることでも明るい 軽く取れるような工夫はできるんじゃないかなとは思います。 で、リュックのチェストベルトもぬいぐるみにつけられてますけれどもやっぱりお子さん用のトロソーがあるんだったらそこにリュックを着せてやるのがいいかなって思いますのでそれもチャレンジしてみてくださいお洋服の個性もだいぶ強いのでちょっとね、作品が引き立つかというと中には喧嘩しちゃってよくわからなくなっちゃう写真もあるとは思うんですよそういうのもあるけれどもただね、私は決して悪くはないと思うんですよねもう全部が華やかで明るくてカラフルなコーディネートっていうのを もう全然成立してると思いますので1枚目にこの写真が来るとちょっと作品が分かりにくいっていうところそこが課題ですなんでこの写真がダメだっていう風に撮らないようにしてくださいねこれはこれでないよりあった方がいいので1枚目じゃなくてもうちょっと後ろの方に行きましょうで 今だったら、この1枚目よりも、この2枚目に載せてる、これが1枚目に来てた方が、今よりはいいです、ね。なんで、とりあえずすぐできるのはもう写真入れ替えるっていうところ、そこからスタートする。そして、余白をしっかり撮る。真ん中に作品が映るように撮り直す。 で次のステップとして背景には何がいいのかっていうのを考える一個一個あのちょっとずつやり替えていってください。でで練習は必要ですもっとね上手に写真撮影されてる方のを見てなんかみんな上手だなって私はどうすればとかいつまでも追いつかないなって思われるかもしれないですけれども皆さんめちゃくちゃ練習されてるんですよ。最初から上手なわけじゃないんです。ななのででみみんな積み重ねた上で 成り立ってますから諦めないようにしましょう練習すれば絶対上達しますのでまず環境を作るところから考えていきましょう はい、こういう写真もね、ちょっと惜しいんですよ。台に乗せて、井戸ポケット撮影されて、かわいいゾウさんとクマちゃんの小物もつけてらっしゃるんですけれども、ざーっと見た感じの印象として、やっぱね、縦と横、まっすぐ撮りたいのか、斜めから撮りたいのかっていうのが、ちょっとだいぶ曖昧になっているところがすごく気になるんですよね。こういうね、斜めからそのハンカチが入ったらこんな感じだよっていう写真は、まだいいと思うんですけれども、あとこういうあのピンの色を選べるっていうところもいいんだけど、こう,いうの 斜めにこう傾いてるんですよこういうねちょっとした傾きがものすごく気になるのとあとこの写真で言えばゾウさんとクマちゃんを置いちゃったせいでこの子たちの顔のお目目が可愛く見える角度で撮ろうっていう風に作品よりねその小物の方に意識がいっちゃったんじゃないかなっていうのがすごく私気になりましたこういう写真の場合はクマちゃんたちない方が撮りやすいかもしれない余計なこと考えすぎちゃうかもしれないから 台に乗せなくてもテーブルの上にそのまま置いて真上から撮影するとかでも全然いいですよ。とにかく水平垂直まっすぐ。 真ん中に取るっていうのを意識してみましょうそれはねどの写真でも全般的に言えることかなっていう風には感じましたで、ただねその布の選び方とかもうピンクのフホックが付いてイチゴ柄のカラフルな感じとかすごく可愛いものを作りになっているので作ってるものがどうこうっていう問題じゃなくて見せ方全般の話かなっていうのが課題に感じたところですねあと作品の移動ポケットの上の蓋のところは明るいけど下に行くほど暗くなってるんですよね多分これは5 自身の影が全体的にこう映り込んでしまってるかなと思うのでテーブルの置き場所が。 もうちょっと左を手前に斜めにすると光がもっと当たっていいんじゃないかなと思うんですよね。ゾウさんとクマちゃんははいいなくて私は大丈夫だとと思いますとにかく真正面からまっすぐ撮ることを考えてやっていきましょう。で撮影の時間帯なんかも撮影の動画の中で質問107108なんかで目口を酸っぱくして話してますけれども時間帯も大切ですので自分が思ってる色に撮れないなっていうふうに思った時は午前中の明るい時間帯に撮るよう ようにしましょうね でね、課題ってたくさんあるんですよ。モデルさんに着用してもらえるのが取れるんだったら、それはそれに越したことないです。でもね、今の状態からいきなりモデルさんに頼んでも、もう一足飛びに飛びすぎです。桜子猫さんの場合は、まず下準備のところから整えていく必要があるかな。その後、モデルさんに頼む、頼まない、かかわらず、ご自身の家の中でまず正しく作品を伝える写真が撮れるようになるというところが大切ですので、それが一通りできるようになってから、じゃあモデルさん頼むときはどうしたらいいかな。 っていうののは次のステップで考えればいいんでですよでもね桜子猫さんの作風だったりとかこれから作ろうとされるかもしれない浴衣なんかを見てもすごく魅力がありますのでモデルがいないと売れないっていうものじゃないと思います。売りりり方しっかりありますで今回のお話伝わるといいなと思いながらお話ししましたけれども写真の撮影の練習してみてまたギャラリーの写真入れ替えたらまたよかったら「おはようミネラボ」の方に、あのー、ご相談お寄せください。1回変わって で、じゃあ次はどういう課題があるかっていうのをまたお話しできれば、いろんな方の参考にもなるかなと思いますので、よかったらまたご連絡ください。写真の基本的な撮り方、まっすぐ撮るとか、あのスマートフォンの撮影の時の設定とかは、質問107,108,109で詳しく話してますので、そちらの動画もぜひご覧になってください。はい。今日のご質問以上でおしまいになります。ちょっとでもよかったなと思ったら高評価のボタンぜひお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴どうもありがとうございました。